緑人ソーダのクーラーバッグ無料キャンペーンが巻き起こす驚きの効果。緑人ソーダの利益急増。平野翔の影響力に迫る。緑人ソーダの利益が急上昇しました。その背景には、クーラーバッグの無料プロモーションがあります。かつて平野翔が代表を務め、緑人ソーダの収益は高かったが、今回の特別プロモーションにより、 収益はさらに伸びました。緑人ソーダ、その名前だけでも涼しげな風を感じさせますね。最近、この人気の飲み物が無料のクーラーバッグ付きで販売され、その効果は驚くべきものです。さて、この興味深い現象を掘り下げてみましょう。これまで緑人ソーダは、飲料市場で熾烈な競争の中で地方を固めてきました。しかし、 最近の売上高の急上昇は、その人気がますます高まっていることを示しています。何がこの急速な成長を支えているのでしょうかまず、無料のクーラーバッグが注目を集めています。クーラーバッグは、暑い夏の日に飲料を保冷するのに非常に便利です。しかも、これが無料で提供されるとなると、消費者の関心はさらに高まります。 誰もが涼しい飲み物を手軽に持ち運べるこの特典に目を輝かせているようです。無料のクーラーバッグのおかげで、緑人ソーダの売り上げが急上昇しました。この興味深い現象は、平野省が以前からその代表を務めており、その影響もあって、緑人ソーダの売り上げが高かったことに起因しています。しかし、今回の特別なプロモーションにより、 さらにその売り上げが飛躍的に増加しました。緑人ソーダは、その爽やかな味わいと特徴的なクーラーバッグで人気を博しています。平野翔がこのブランドの顔となり、その魅力を高める役割を果たしています。彼の CM 出演は、元ジャニーズ事務所を離れた後の初めてのものであり、その存在感は一層際立っています。新 CM では、 平野翔とお笑いトリオの角田昭弘が共演し、緑人ソーダの爽やかな口当たりをアピールしています。彼らの軽妙なやりとりは、視聴者に新しい味覚の体験を約束します。特に平野翔は、30歳に向けてますます爽やかになりたいという意欲をアピールし、笑顔で報道陣を魅了しています。緑人ソーダのクーラーバッグ付きの人気は、 地域を問わず拡大しています。多くの人々がそれを見つけるために努力し、その喜びを共有しています。さらに、平野省のファンやその商品に興味を持つ人々が、彼のポスターや CM を楽しみながら商品を購入することで、その人気を支えています。このような商品の人気は、単なる商品の売り上げにとどまらず、 その背後にあるストーリーや人物の魅力にも由来しています。緑人ソーダは、ただの飲み物ではなく、ファンや消費者にとっては、特別な体験やコミュニケーションの手段として位置づけられています。今後も、平野翔と緑人ソーダの関係は深まり、その人気はさらに拡大することが期待されます。彼らの成功は、単なる商品の売り上げにとどまらず、 ファンや消費者の生活に豊かさと喜びをもたらしています。それでは、このような商品の人気やブランドの成功は、なぜ人々に影響を与えるのでしょうか何がその魅力を支えているのか、また将来的にどのような展開が予想されるのか、考えてみましょう。緑人ソーダは、その爽快な味わいで人気を博しており、多くのファンがいます。特に、 クーラーバッグ付きの限定キャンペーンはファンの間で大きな話題となりました。多くの人々がスーパーマーケットを巡り、クーラーバッグ付きの商品を求めました。その喜びと興奮は SNS 上でも大きな反響を呼びました。クーラーバッグの限定キャンペーンはファンにとって特別な体験となりました。これは商品としての付加価値を高め、 顧客ロイヤルティを向上させる効果的な方法です。また、平野賞の出演により、商品への関心がさらに高まりました。さらに、緑人ソーダのクーラーバッグ付きを手に入れることで、ファン同士の交流も深まりました。SNS 上では、クーラーバッグを手に入れた喜びや、その魅力を共有する投稿が多数見られました。これは、 商品のコミュニティを形成し、ファン同士のつながりを促進する効果的な手段です。このように、緑人ソーダの無料クーラーバッグキャンペーンは、商品の知名度を高め、ファンの関心を喚起する効果的な戦略でした。平野翔の影響力も大きく、商品の人気にさらなる拍車をかけました。今後も、緑人ソーダはファンの期待に応える新しいキャンペーンを展開し、 さらなる成長を遂げることが期待されます。緑人ソーダの急上昇する人気と平野翔のキャンペーンへの参加はどのような影響を与えるでしょうか将来のキャンペーンで他の有名人が参加すればどのような効果が期待できるでしょうか商品の無料特典は顧客の購買意欲にどのような影響を与えるでしょうかまた、 SNS 上での口コミも大きな役割を果たしています。緑人ソーダのファンたちは、喜びや興奮を表現するために、自身の体験を積極的に共有しています。特に、クーラーバッグを手に入れた喜びは、多くの人々に共感を呼び起こし、さらなる関心を引き寄せています。さらに、地域のスーパーマーケットでの販売戦略も功を奏しています。 一部の地域では、クーラーバック付きの緑ジンソーダが入手しにくいという声も聞かれますが、これはむしろ需要を高める効果があります。人々は商品を手に入れるために薬起になり、それが売上高の伸びにつながっています。さて、これらの要因を踏まえて、緑ジンソーダの今後の展望について考えてみましょう。一つの興味深い視点は、 このクーラーバック付きのプロモーションがいつまで続くのかという点です。この特典が終了すると、売上高はどのように影響を受けるのでしょうかもしその効果が持続するならば、緑人層だは、ますます成長を続けるでしょう。さらに、競合他社の反応も注目すべきです。この成功を見た他社は、同様のプロモーションを展開することで、 市場での地位を奪い合うことが予想されます。それによって消費者はますます多くの選択肢を持つことになり、市場はより活発になるでしょう。緑人相ダの成功は、ただ単に飲み物の人気が高いだけでなく、その裏にある戦略やプロモーションの巧みさにも起因しています。この成功を支える要因をより深く探求することで、 他の企業や製品にも学びが得られるかもしれません。将来的な展望を見据えつつ、業界全体の発展に向けてさらなる研究が進むことが期待されます。これからの緑人層だの動向に関心を寄せつつ、我々は新たなプロモーションや戦略がどのように展開されるかを見守ることになるでしょう。今後も、 この涼やかで爽快な飲み物が私たちの暑い夏を彩ってくれることを期待しつつ、楽しみに待ちたいですね。では、あなたは無料のクーラーバッグ付きの緑ジンソーダを手に入れたことがありますかもしそうなら、どのような体験をしましたかそして、このようなプロモーションが他の飲料メーカーにも適用されるとしたら、どのような影響があると考えますか 一緒に考えてみましょう。